いいから見守ってくれなっていうのをよく頼まれたっていう人が結構いろんな人から聞かされるんですよね。そういうことをお前のおじいちゃんが言ってたよと。でそういうのを聞くと、まあ、みんなから見守られて知らずにね、俺も育ってきたんだってひしひしとね感じて、だから俺もまあ仲間たちに話す時には、まあ、俺もそういうこと言われてたから、みんなもね、人の子じゃなくてもね、まあ一番は自分の小学校単位でも、他に行けばそうだけど、あのちょっと危ないなとかね、子供が歩いてたらね、曲がり角曲がるまでちょっと見守るようなね気持ちでやってこうね俺たちはねっていうのをよく話す、のをよくしてたかなって、まあ未だにできればね、そうしてることは事実ですよやっぱりね、まあ順番だなってやっぱりそれは、本当そうです、本当にそれは感じます。ね、もらったものをね、その人に返すんじゃなくても次に返すっていう ね、なんかうちのおじいちゃんだけじゃなくて、その世代の人は素晴らしかったです、話聞くとね、聞くとなんかお涙、本当になんかよくお年寄りの人なんかに手とか握られて、この人誰だろうっていう人から、あなたのおじいちゃんがなんかお米の配給のお手伝いをしてらしくて、戦争終わった後ぐらいで、うちがね貧しくてね、そうするとちょっと多めに置いていってくれるのよって話をお宅のおじいちゃんに、あとなんかそのね、その預けられなくてね、私が働き出れない時も、あなたの秋葉おばあちゃんがね、ちょっとじゃあうちで預かるわって、よく預かってくれたから私働きに行けたのよなんていう話を泣きながら、なんかおばあちゃんだけにさせれ、よくねこう近所の人なんかにいただくんですよね、子供の頃から。そうするとなんとなく子供ながらにね、そういうなんていうのかな、みんなによくしていただけるっていうのは、多分そのおじいちゃんがその人によくしていただいたのを、ね、まあその人がね逆に今になって、まあ回ってね、お送りでね、そういうのがまあひしひしとくね、やっぱ子供の頃からそういうエピソードに絶えず育ってきてるからね、やっぱりなんか自分の、まあね、さっきね、うち子青年会とか、なんか青少体とかってなんかいろいろやってるのも、まあ仕事忙しくてね、えっと思う時もたった時々あるけど、それはまあ順番かなと、でね、できるだけ受けるようには、うちその、まあ、僕が久ヶ原のさ、大学の久ヶ原銀座商店会の青年部に入ったよね、協力、店はないけど協力会員してて、で町ゼミをやるよって、やりますって、まあ企画提案した時に、やっぱりその学校に配布できるかどうかっていうのが、とにかくその地域の人たちに届くかどうかのもうボーダーで、肝で、そういうのって、まあこっちで始めたりとか、なんちゃんなんかもね、羽田でやってて、やっぱり分かると思うけど、そのなかなかその壁って戸様からしたら、難しいし、戸様じゃなくたってもともとやっぱりお付き合いがないと、何なのその話はっていうところにもなるし、その人との信頼関係ができてないからクリア本当はできないんだよ。だけどおけんちゃんのおかげで、おけんちゃんがもう今までやってたことのおかげで、全部校長先生とかあらゆる人につないでもらって、で1回目ももうギリギリの1週間だったよ本当に全部の制作がすっごく遅れて、ギリギリの1週間の間に話来た時にはね、そうえって今の話で撮れってね、もう今の今だからみたいな来週行くからみたいな、じゃあ今日今から動くよってね、でスッパーって電話したりとか、こう連絡をしてくれて、話が進んで、だからもう信頼だよね、本当フットワークよく一緒に動いてくれたんだ。いや、そんなに